アーネスト・ウィル作戦は、イラン・イラク戦争中の1987年7月24日から1988年9月26日にかけて行われたアメリカ軍によるクウェートのタンカーの戦団護衛作戦である。ペルシア案上において、イラン軍やイラク軍による船舶攻撃からの防衛を目的とした。この作戦には、 アメリカ海軍の艦船のみならず、アメリカ空軍の早期警戒艦船機や、アメリカ陸軍の特殊作戦航空部隊も参加していた。イラン・イラク戦争においては、両軍ともペルシア湾を航行するタンカーへの攻撃を行っていた。クウェートは国土がペルシア湾の作用にあり、また産油量も多かったことから、このタンカー攻撃により打撃をこむっていた。 1986年11月にクウェート政府は国際連合安全保障理事会の核常任理事国に対し戦績の変更を含むタンカーの保護を要請アメリカが保護を引き受けることとなったアメリカの法によればアメリカ戦績以外の民間船舶にアメリカ海軍の護衛をつけることはできないためにクウェートのタンカーはアメリカ戦績となりアメリカの国旗を掲げて航行 アメリカ軍の護衛を受けることとなった。この時点でペルシア湾は航行するにあたり十分危険な状態になっており、アーネスト・ウィル作戦発動前の1987年5月17日にはイラク軍の誤射によりアメリカ海軍のオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲート・スタークがエクゾセミサイルを被弾している。アーネスト・ウィル作戦は 1987年7月24日から開始された。クウェートのタンカーアルレッキアはアメリカのタンカーブリジトンとしてペルシア湾を航行した。10月15日にはタンカーシーアイルシティがイランのシルクワームミサイルの攻撃を受け、被弾18名が負傷した。アメリカ海軍は反撃としてイランの石油プラットフォーム2機を攻撃した。 1988年4月14日には護衛任務中のフリゲートサミュエル B ・ロバーツが触雷した。その嫌いはイラン軍のものと判明したためにアメリカ軍は4月18日にイラン軍に対し大規模な報復攻撃を行っている。1988年7月3日にはホルムズ海峡付近でミサイル巡洋艦ヴィンセンスがイラン航空のエアバス A300 を撃墜し、 民間人290名が犠牲になる事件も発生した。イラン・イラク戦争は1988年8月20日に停戦に至る。アーネスト・ウィル作戦はその後も続けられ、最後のタンカーの護衛は1988年9月26日のことであった。ありがとうございます。